浄土宗プレゼンツ朝のひととき。今日もこの時間がやってきました。浄土宗プレゼンツ朝のひとときです。さあ今日はですね、このご時世なかなかこう人と顔を合わせてね、おしゃべりするというところがはばかられるなんていう意見もある中、田中さんとはですね、今日は電話でお話をしていきたいと思います。呼びかけていきましょう。田中さん、もしもし。はい、もしもし。よろしくお願いいたします。おはようございます。こちらこそ。おはようございます。ねえ、まさか電話で出演していただくことになるとは思いませんでした。初めてですね、これもね。初めてですね、はい。まあでもこうやってね、在宅勤務をされている方も、非常に今多いご時世になっております、はい。やっぱりその自宅にいるとね、まあ、いつもよりも多少時間ができたりとか、あるいはこう、はい、時間を持て余してしまうなんていう可能性もね、はい、週末なんかあると思うんです、はい。普段のね、生活がどれだけ幸せだったかって思いますよね。本当にね、私どももその春のお彼岸がね、いつも通りできなかったりして、うん、本当に普段通りね、あの参詣の方があって法要ができるってことが、うん、どれほどありがたいか、うん、また自分自身がね、そのライブの関係の方々をね、どれほど求めてるかっていうことも本当によく分かりました。そうなんですよね、まあ、家にいるからこそ、せっかくだからこの時間をね、あの有意義に使うのもいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、何かこう一つそれでね、うん、あのうちのお寺にはね、日本語の法話の DVD があります、はい。これが英語の字幕もついてまして、ぜひね、この機会にお勧めしたいと思いまして、うん、今日はご紹介するんですが、うん、DVD3 枚組、はい、6時間あります。たっぷりです。たっぷり、もう浴びるように法話を聞いていただける DVD がありまして、はい、これの、一節をご紹介したいなと思うんですが、はい、じゃあちょっとこちらお聞きください。はい、お願いします。で、昔からですね、まあこれ日本においてですが、幸せということにつきましては、この3つの条件が整うと幸せであると言われております。おそらくお分かりのことだと思うんですね。ちょっと知りませんが、ご一緒に読んでいただけますか。さあ、はい、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。神明財でもいいんですけれども、神明財と呼んだ方が、あの仏教らしくいいですね。仏教らしくあります、はい。意味はお分かりいただけると思うんですが、心は言うまでもなく体でしょ。まず幸せということについては、体が丈夫であるということですね。健康、健康がまず一番。どなたもおっしゃいます、やっぱり健康でなければね、うん、困りますよ。やっぱり健康が一番ですな。そして健康ならばですね、せっかくいただいた寿命ですから、これ寿命の命です。命でもいいんですけれども、まあ、仏教にしますと寿命の命ですから、長生きさせていただきたい。健康で長生き。そして生活するためにはお金がいりますからね、はい。だから生活に不自由しないだけのお金があれば、これが身病財幸せの三拍子と、これ昔から言われておりました。おそらく日本だけじゃないと思うんですよね。どの国に参りましても、やっぱり健康で、長生きで、そして生活に不自由しない、生活に困らないということが、これが幸せの条件であろうと思います。じゃあこの3つさえ揃ったら、あと何にもいらんのかという話なんです。さあということで、今流れていた一節というのが、これがね、10年前、はい、2010年ですかね、うん、ここのお寺でやりました3日間の修行の会の時の、はい、日本からお招きした、うん、説教室さんの有本先生という方の法話なんですね、はい。これがまあ始まりの部分なんです、はい。でこの続きをね、また折に触れて紹介していきたいと思います、うん、はい。この DVD で気になるな、ちょっとうちでも欲しいななんていう方はどうすればよろしいですか。遠慮なくどうぞお寺にご連絡ください。 E メールの方は info@jodoshu.na.org、 そして電話は 213-346-9666、 こちらでよろしいですね。はい、わかりました。さあ次回はね、まだまだ顔を合わせて喋ることができるかわかりませんが、まあ、引き続きよろしくお願いいたします。まあ皆さん、どうぞお大事になすってください。はい、ということで田中光道さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。